こんにちは、安藤です。あんたたちということでですね、クリスマスですか？クリスマスですか？今日は。皆さんメリークリスマス。メリクリ。なんか最近はメリクリって言うんですか？ボアちゃんがなんか歌ってましたよね。メリクリって歌ね。そんなことどうでもいいんですけども。今日は、皆さんからご要望の多かった、私の夫ちゃん、謎のベールに包まれた私の夫ちゃんに登場してもらおうと思います。え、なんでかって？前々回まで続いてた、ほら、大学時代の恋の話あるじゃないですか。それをね、私が赤裸々にお話しするから、視聴者の皆さんからね、大丈夫なんですか？夫ちゃんは大丈夫なんですか？ひどいです、そんなの。夫ちゃん悲しんでると思います、みたいな、そういう感じの、この声もあったので、そこら辺の、お気持ちも、本人から直々に、話してもらおうと思いまして。まあですよ、普通に考えてですよ、40代。私、結婚したの40代だったんでね。40代。しかもね、ニューハーフ。誰が結婚してくれるんですか？誰がもろてくれるんですか？そういう人をね、拾ってくれたね、尊い方ですよ。そういう尊い方がね、今から登場します。それでは、新郎入場いたします。皆さん、拍手でお迎えください。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。ルル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 、どうもこんにちは。安藤です。今日は安藤の部屋に来ていただいてありがとうございます。カメラ慣れ、カメラに慣れてないのがすごいな、なんか。いや、いつもね、私の夫ちゃんは、私が、その収録してるのはね、いつも、隣の部屋とかで聞いてるんですけども、自分がカメラに映るっていうの、あまりにも慣れてないので、ちょっと今日は、慣れてなくてもごめんなさい。素人だからね、素人だから、私も素人だけど、それよりも素人だからね。はい、では、私の夫ちゃんでございます。あ、じゃあ皆さんにご挨拶を。どうも、夫ちゃんです。ということです。あ、まあね、初めての登場ですけれども、プレミア公開したじゃないですか、前回。前々回かな。その時にチャットがブワーって流れてたじゃないですか。あれをね、私と一緒に、すごく見てたんですよね、夫ちゃんもね。すごい速さでね。その中にね、その中に結構、夫ちゃんはどうしてるのか、みたいな感じのね、コメントも、チャットもあったので、他人事と思えなくなってきてね、だんだんね。そろそろ登場願おうかなと思いまして、今日出演する運びになりました。まあ40代のニューハーフと結婚したじゃないですか。なんか、ある意味、逆宝くじみたいなもんじゃないですか。何でですか？まあ、本人も予想しなかったと思うんですけども、多分、小さい時に、僕、いつかニューハーフと結婚するんだって、全く思わなかったと思うんですよ、きっと。でも、まあ、宝くじに当たるようなもんじゃないですか、確率的に言えばね。あんまりないと思うんですよ。それがね、なぜか、ね、逆宝くじに当選しちゃいまして、こういうね、うるさいね、40代とね、結婚することになったんですけれども、昔からニューハーフとかご存知だったんですか？実際。そういう、人たちがいるっていうことは認識はしてた。認識はしてたけど、特に周りにもいないし。ごめんなさい。私、すごい汗を。私なんか尋常じゃない汗をかいてるんですけど。緊張するんですね。やっぱりね、夫ちゃんとね、あれするの。ちょっと今ね、私ね、遠近法使ってます。私が小さく見えるように。ちょっと下がらないで。下がらないで。私が小さく見えるようにこう。全体的にね、私、でかいんでね、大体同じぐらいなんですよ、体格が。私と夫ちゃんってね。だからね、できる限り私、小さく見えるように。体重は、ちょっと。体重はね、私の方が重いんですよ。そんなことあるね。結婚したって、ね、当初はね、私の方が軽かったんですけども、ブク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 太りやがって。詐欺ですよね。ね。まあ、それはいいんですけれども、ニューハーフの方は、じゃあ周りにはいなかったということなんですかね。うん、まあ、実際そうですよね。あんまりいないですよね。私もね、よく言われる。なんかテレビとかでよくそういう人たち見てたけども、実際に会うのは初めてですってね、よく女の子にね、言われたりしますよ、今でもね。じゃあですね、私のことはどうやって知ったんですかね。ブログで、ブログ、なんか検索かなんかでたどり着いたんですか。そう、なんか最初は、とかそういう、漫画絵とかのブログを読んでて、その中で絵を描いてる、ニューハーフ？絵を描いてるニューハーフ？漫画を描いてるニューハーフ。俺の嫁ちゃん元だしっていうやつ。皆さん知ってますか？アメブロでね、俺の嫁ちゃん元男子っていう、
そう、多分そうやと思う。アメブロでね、私もアメブロなんですけども、アメブロで、なんかアメブロっていうな、俺の嫁ちゃん元男子っていうブログがあるのかな、今でもやってると思うんですけども、そのブログを見て、うん、なんかその関係で、そしたらそのブログを見たらその関係で私が芋づる式で出てきたらしいです。芋づる式で出てきた。芋づる式で、うん、うん、そうだったんですね、うん、その俺の嫁ちゃん元男子っていうのはですね、ブログのタイトル通りに私たちみたいにお嫁さんが元男子なんですよね。そういう界隈のパイオニアのブログなんですよね。私もねちょこちょこ読んでました。こんななんか羨ましい生活があるのかなと思いながらね、まあ私は自分なんてね結婚できるもんなんて思ってなかったのでね、あこんな羨ましいことがあるのかなってね思いながらね見てた時期がありましたね。そのブログをたまたまですか、もともとね漫画とかね好きなんですよね、うんうんうん、すごい漫画がねあるんですけども漫画とか絵が好きで、そういった関係でそのブログにたどり着いたんですね。うん、で面白いなと思って、うん、じゃあ別にその元男子とかニューハーフとかってことに対して特別興味を持ってたとか、そっちではなくて漫画の方から入っていって、でブログにたどり着いて、そうめちゃめちゃ面白いな、私のブログにたどり着いた、そうたどり着いて、あのリカちゃん、リカちゃん人形とかの、あはい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 、私当時ブログでリカちゃん人形を動かして人形劇やってたんですよね。それを最初に見た、そう確かそれやった、それでなんとなく気になってめっちゃ面白いなと思って、うんうん、でそういう面白い記事を読んでる中で、うん、この間の、うん、私が夢見た言う、はいはいはい、を見て、うん、あまりのギャップで、あギャップな、ギャップ萌えですな、やっぱギャップって大事だな、うんうんうん、そういう戦略にはまったんですね。180度違ったからね。まあまあそうですね、うん、いや普通の面白いブログとその私が夢見た言うっていうちょっと真面目な方の内容があまりにも違くて、そのギャップでちょっと気になった、うん、そこからブログを随分読まれて、うん、書いといてよかったわ、あの本。いや、あの本書いてないと結婚できてないからね。リカちゃん人形だけやったらもうそれで終わる。ああ。じゃあ面白いだけだったらもう別にそれはそれでスルーしてたっていうこと。まあ面白いなと思って読んでた。はあ、聞きましたか？ギャップですよ、ギャップ。ギャップ。そんなことはいいですね。まあわかりました。だからね、前回、その前々回までね、私がそういった真面目なことを投稿してたじゃないですか。実はね、あの話を、あれやらないのって言ってきたのはこっちだったんですよ。あれあの話やらないのって言って、その、YouTube でね、やらないのって言ってきてね。いや、やっぱりね、彼は彼なりにいろいろ考えてるんだと思うんですね。あの話を YouTube で投稿することによって、少しね、助けられる当事者もいるんじゃないかなと思うんですよね、私自身も。そして彼自身も多分そう思ってるんですか？うん。あれを経て今があるからね。そうなんですよね。そう。あれを経て。だってね、あの話がなければね、私、こういう風に性転換とかしてるかどうかもわかんないからね。この男として苦しんで生きてたかもしれないわけですよね。それがね、なんと引き金になって結婚までするというね。いや、本当にね、ともくん、ありがとう。いや、ともくんとの思い出のおかげで、私はまあ結婚できたわけなんですけれどもね。うん、うん、うん。やっぱりギャップが良かったのかな。うん、うん。ですね、まあ40代ニューハーフと結婚いたしまして、これはっていう、まあ一緒に生活してるわけじゃないですか、数年間ね。その中で、これはニューハーフっぽいなって思うところってありますか、やっぱり。なんか。いや、ないな。なんかこんな風にね、なんか私、聞いたことないんですけども、改めて聞いてますよ。なんか、ここがやっぱりなんか、よくね、私言われるんですよ。そういうとこがやっぱり男だねとか、もちろんそうなんだから、別に何も傷ついてはないんですよ。うん。でもね、なんか、実際に近くで暮らしてて、なんかそういう風に思うことってありますか？ここがやっぱり、普通の女の子と違うんじゃないかな？ここやっぱりニューハーフっぽいな、って思うところあります。いやー。最初はやっぱり声がね、声が、うん、そう、でももう今はそれが普通の声が低い、声が低い、その声は安藤ちゃんとしての声っていう認識になってるから、別にそのニューハーフっていう感覚で接したことがないから、そうなんですね、うん、普通の女性と比べてやっぱりハードルは高いじゃないですか。綺麗事はね言っても仕方がないんで、やっぱりね普通の女性と違ってね、ニューハーフと籍を入れるわけですからね、結婚するわけですよ、ハードル高いじゃないですか。そういうところで戸惑いとかなかったんですかね。いやあんまりないかな。あんまりない、うん、どこら辺から結婚意識したとか、なんかそういうのってありますか？最
最初に付き合うってなった時にもう結婚を前提にっていう風に言われたよね。ああ私がね、いや違う、聞いて、話を聞いてね、私ね当時ね39から40なるぐらいだったんですよね。あのね時間って大事でしょ。あのねもたもたしてられないのね、わかる。だからねあのね最初に言っといたんですよ。あ、私と付き合うなら結婚が前提だからねって言っといたんですよね。それを承諾した上だったので、もう自然にあったみたいなもんですか。そういうのはね、あの前提の中でね、付き合い出したのでね、そういう考えがあったということでよろしいんですかね。うん、言ってみるもんですね。いや、私ね、その時ね、本気で結婚しようとなんて思ってなかったですよ。違う。まず最初は言っとけみたいなとこあるじゃないですか。だって付き合う時ですよ。付き合う時に、じゃあ結婚前提でって言って、わかんないわけでしょ、お互いそういうのがね。どんな人かとか、実際はね。だからね、最初言っとけみたいなとこがあるわけですよ。付き合うんだったら、結婚前提で、みたいな。それで、うまくいけばラッキーみたいな感じで、ね、私は言ったわけですよ。言ってみるもんだね。まあ、それでですね、ちょっと今日は、もうお時間が来ましたけれども、次回はね、もっとね、大変なね、ことがね、あったっていうことを皆さんにお知らせしたいと思います。あんたたちまた見てね。